アイプレボール、ドーマ野球人です。2024年ドラフト候補を紹介。長打力は大学生、育市、愛知の大型保守、中部大学、清水智弘ということでございまして。はい、今回は大学生のキャッチャーをご紹介していきたいと思います。ではね、清水選手、どういう選手かっていうところ、まずはプロフィールから見ていきましょう。 はい。では、ドラフト履歴書を見ていきましょう。清水智弘選手、2002年5月25日生まれ22歳。在籍が中部大。出身地は愛知。182センチ、92キロ、ポジションはキッチャーで、右投げ右打ちの選手でございます。ではね、この清水選手、どういった旧歴を歩んできたのかというところもね、見ていきましょう。 はい。では、旧暦見ていきましょう。市名選手は小学3年生から軟式野球を始め、中学進学はボーイズリーグでプレー。卒業後は大垣日大高校に進学し、1年生夏の甲子園はベンチ外でございましたが、2年生秋の新チームから正補助の座をつかむと、5番打者として活躍し、県大会ベスト4に貢献。しかし、その後は新型コロナの影響があり、3年生夏は甲子園大会が中心に、それでも県独自で行われていた地方大会では3番として打率5割と活躍を見せると、見事優勝を達成し、優秀の美を飾っておりました。そして、高校 卒業後は大学進学の道へ進むこととなっていたということでございます。そして現在の 中部大学進学後は1年生明けからベンチ入りすると2年生春に上級生の聖星が怪我で離脱したこともあって聖星に定着2年生明けのリーグ戦では大記念でも打率3割3分3人4フォーマーと活躍でベスト9も受賞さらに学年が上がった3年春には名城大戦で現ソフトバンク岩井俊介からホームランを放ち最終的に4割9人3フォーマーとさらに成績を向上させると打点を2度目となるベスト9を受賞リーグ優勝にも大きく貢献しますそして続く大学選手権では2回戦で敗退したものの自身はホームランを含む3ア マークするなどしっかり存在感を発揮し徐々にプロからも注目される選手となっておりました。 そして、続く3年明けのリーグ戦では、打率2割5分と、そこまで活躍できず、チームもリーグ優勝を逃しておりましたが、実績を評価され、冬には大学日本代表合法合宿にも参加。そして、今年の4年春のリーグ戦では、再び打望が復活。愛知高大の中村優斗、名城大岩井、中京大高平、愛知リーグを代表するプロ注目、3投手からそれぞれ本塁打を放つなど、圧巻の活躍で、リーグ優勝は逃しておりましたが、本塁打を担当賞、3度目となるベスト9を受賞、充実したシーズンとなっておりました。しかし、続く夏に選出された、 大学日本代表からは落選とととととなななるるドラフトで最後ののアピールとなる秋のリール秋リグ戦へ備えることとなってい。るということでございいますはい、この清水選手、愛知リーグで活躍しているキャッチャーでございまして、まあ非常にね、誰かが高いというところで注目されておりましたが、まあ大学日本代表からは落選、まあ全国にも行けなかったっていうところもね、春ありましたから、まあこの次の秋のリーグ戦が最後のアピールチャンスというところでございますが、まあ、ではそんな清水選手、どういう選手かっていうところをもうちょっと深くね、掘り下げていきましょう。 はい。では、選手解説説明、ね、見ていきましょう。清水智弘選手、2024年春終了時点では、高校生さんは不明でございますが、大学リーグ出んは12本塁打、50メートルは6秒4、遠投はね、不明でしたが、2塁送球最速タイムは1.7秒台と、まあ、しっかりとね、強権で速いタイムを記録しております。で、清水選手、バッティングの方はですね、大学に入学してから、体重20キロ以上も増量して、 得た飛距離は練習では 130m を優に超え20年以上指揮を取る監督からも歴代最高のスイングと評されるほどでございます甘くね嫉妬を逃さずに捉えていくタイプではありますがリーグ戦では愛好大の中村選手からホームランや代表の合宿では金丸選手からツーベースを打ったりと高いレベルの投手にもしっかり対応できるだけのものはあってまあその辺はね評価されるポイントかなというふうに思います、まあ、中村選手以外にもね先ほどお話した通り岩井選手高木選手と愛知リーグでもプロからも注目されるドラフト候補からしっかりと打っているっていうのはやっぱ ポイント高いですよねまあなんでそういうところもあって でも、ね、将来的には大気を売りにできるキャッチャーに成長していく、ね、可能性は大いにあるのかなというところでありますし、まあ、キャッチャーでなくても、ね、こういうタイプの選手はどうかポジションを見つけて大気が、ね、生きてくるのであれば、まあ、生き残れるというところはありますから、まあ、そういったレベルになってくる可能性は、ね、全然あるのかなというふうに思います一方守備に関してはキャッチャーとしては、ね、地方リーグであるんでそこまで細かいところは正直わからないんですが、まあ、強権で二塁送球にも定評があって2年以上の大学選手権でもそはね記録しておりました、まあ、やっぱタイムも、ね、悪くありませんし、まあ、さらにブロッキングやキャッチ もねまあ、見た映像ともそこまで多くはないんですが特別、ね、問題ないようにも見えますので、まあ、少なくともキャッチャーとして破綻は、ね、していないんじゃないかなという,ふうに思います、まあ、ただ大学茶盤から漏れているというところはありましたので、まあ、もしかしたら、ね、こうトップソーと。 比べた時に何かしら劣るものもあるかもしれませんがまあでもそういう選手がプロ入ったらね意外と全然守れたりとかありますんでまあその辺はねどうなのかなというところでございますがただまあキャッチャーもねしっかりと守れるんであれば元とバッティングがある選手でございますんでまあ代役方をね打てるセーフ値になったらと考えるとやはりこう天井というのは高い選手なのかなという風に思いますがはいではねそんな清水選手成績の方も見ていきましょう はい。では、選手成績ですね。見ていきましょう。愛知リーグ、一部ですね。成績見ていきますと。1年生の時は春は師匠なし。2年の秋は2試合で6打数1安打。打率が1アイルコーと。まあ少しだけね、出番もありましたが。毎、まあ、1年生の時はほとんど出ていないというところになっております。で、2年生の春ですね。ここで、 レギュラーのキャッチャーが怪我をした影響で正方針に定着。10試合で33打数8安打1ホーマー、打率2割4分2厘、オーペース0.607と。まあ、代義の方はね、そこまで目立った成績ではなかったんですが、まあ、早くからレギュラーを掴んでいたと。で、2年生の秋ですね、ここでグッと打てるようになってきておりまして、13試合で48打数16安打4ホーマー、打率3割3分3厘、超打率が6割2分5厘で、オーペース1.021と。まあ、ここでホームラン4本放っておりまして、打率も3割超え。まあ、なんでオーペースもね、1.0を超えておりまして、 この辺りから打てるキャッチャーとして存在感を、ね、示しておりましたでさらに3年生になると春ですね11試合44打数のジュア18安打3ホーマー 17打点、打率が4割9輪、オーベスが1.174と、まあ、2年生秋よりさらに成績を上げてきておりまして、打率は4割台。打点17はね、打点王というところもありましたので、前年に続いて活躍を見せておりました。ま、あただね、3年生の秋は13試合で48打数の12打打1ホーマー打率が2割5分、オ大別0.654と、ま、あめちゃくちゃ悪い数字はないんですが、ただね、2年秋、3年春と比べてしまうと、やや不調だったシーズンかなというところもありました。まあ、それでもですね、4年の春、24年の春はですね、12試合で41打数、 その16アンダー3ホーマー打率が3割9分スリ塁率が5割1分超打率が6割3分4人オーベス1.144とまたしっかりね成績を残してきておりまして完全復活で何度も言うようにこのホームラン3本はねいずれもプロ注目のピッチャーから打っていたというところもありますんでリーグ優勝こそはなりませんでしたがまあ、しっかりねアピールすることはできていたんではないでしょうかで計見ていきますと61試合で220打数の71アンダー12ホーマー48打点で打率が3割2分3人スリ塁率が3割9分4人で超打率が5割2分7人オベス 0.921はい。まあ、通算で見てもね、非常に素晴らしい成績、打率も3割を超えておりますし、オペスはね、なんと0.95へ、まあ、1リーグとはいえ、ここまで打てるね、キャッチャーっていうのは、まあ、かなり貴重なんではないでしょうか。で、全国大会ではですね、23年、去年の大学選手権に出ておりまして、2試合で7打数3打、1ホーマー、打率が4割2分9厘、オペス1.357と、まあ、全国の舞台でもホームランをね、放っておりますんで、 貴重なな経験になっていたんで、はないででしょうかでそんなですね、清水選手、注目ポイントで見ていくと、やはりまず長打力ですよね。通算の ISOP は0.204と、やはりこう大学生、リーグ戦ですね、多くこなしている中で、この数字は素晴らしいものかなというところでありますし、まあやはり愛知リーグに関しては、どっちかというとね、ピッチャー優位の印象っていうところもありますから、その中でこの高い長打力っていうところはね、非常に魅力的。で、注目ポイント二つ目、通算 OPS ですね。まあ今まで注目されていた選手を比較しても、この辺は抜けている部分がありまして、まあヤクルトに3位指名さ された選手彼が0.874と、まあ、非常に優秀で、ははあったん台ではないんでででですすが彼も0.9ないよねで同じくね、今、社会人で活躍しているキャッチャー、野口選手。まあと、まあ、この辺見てもね、清水選手との差はかなりあるというところになっております。まあ、やはり打力っていう部分で言うと、一概には比較できませんが、今までのプロ注目の選手たちよりもですね、リーグ内の中では成績を残しているというところは言えるんではないでしょうか。で、一方ですね、懸念ポイントで言いますと、 一つは、やはり地方リーグっていうところはあります。まあ、愛知リーグね、先ほど見ていった澤井選手も3位ですし、去年もね、松本選手、岩井選手、上位で2人指名されていたっていう経緯もあります。まあ、今年で言うと中村選手がね、まあ、絶対1位指名されるだろうなっていうところはあるんで、まあ、ほレベルは上がってきているんですが、まあ、とはいえ、やはり地方リーグではありますし、その辺はね、やはり、東都や六大学と比べて、相対的にね、いい順位で指名されるハードルは高くなってくるのかなというふうに思います。で、そこをね、全国や代表の実績でカバーしたいところでもあるんですが、まあ、全国大会でホームランを打って、 いたんですが、去年のね。大学選手権2試合のみで今年の代表もね。漏れてしまったっていうところで、ちょっとこの辺でアピールがね。少ないっていうのは一つ懸念ポイントかなという風に思います。で、2つ目大卒キャッチャーの需要というところで、まあ彼はここもありますよね。やはりキャッチャーっていうところで言うとどちらかというとね。近年は高校生の需要っていうのが高まっておりまして、大学生社会人のね。キャッチャーなかなか指名されておりません。まあ、去年で言うと試合が指名は新藤選手のみで、一昨年も吉田健吾選手が6位指名されたのみというところになっておりますんでまあ。 2年間で大イスキャッチャーしたい方っていうのは2人しか指名されてないんですよね。まあ、その辺を考えていくと、まあ、どういう評価になってくるかっていうのは結構難しいところもあるのかなというふうには思うんですが、まあ、ただその辺を踏まえて言ってもですね、個人的評価は注意指名候補と、まあ、やはり3、4位あたりまでで指名される可能性はねある選手じゃないかなというふうに思いますし、やはりこのダルプはね魅力かなというふうに思います。まあ、もしね今年全国行って代表に選ばれてそこで活躍もあれば、まあ、上位もワンチャンあるかなっていうところではありましたが、まあ、そこではね縁がなかったんで、まあ、このくらいかな。 と予想しておりますがまあでも十分試合が圏内に来る選手かなっていうところでございますのでまあその辺は注目かなとで続いてスカウトコメントですねそちらを見ていきましょうはいではスカウトコメントですね見ていきましょうスカウトコメントですねまあ今のところですね春ののリーグ終了時点では特にプロスカウトからの コメントはありま,せんまあ、やっぱ、地方リーグの選手で、結構ね、コメントないっていうところは、割とザラではありますんで、まあ、この辺は仕方ないところでございますが、まあ、ただね、春のリーグ戦には巨人含め、3球団が視察しに来ていたっていうところはね、報じられておりましたんで、まあ、やはり注目している球団はいるんじゃないかなというふうに思います。まあ、しっかり春ね、結果出しましたし、秋も似たような感じで、無双できるんであれば、もっともっとね、評価が固まってくるんじゃないかなというふうに思いますんで、まあ、秋のリーグ始まって、どの球団がね、評価してくるかっていうところが注目ですよね。はい。では、今日は以上でございます。最後 でですね、さっとまとめて終わりましょう。 はい。では、まとめていきましょう。今日見ていったのは、清水智弘選手、中部大のキャッチャー、愛知リーグの大型星でございまして、まあ、非常にね、ダルクが売りの選手。で、リーグでもね、トップ級のダルク、まあ、ヤクルトにドラフト3位指名された沢井選手を比べても、通算オペースは上というところでございますんで、やはりその辺は、しっかりと成績を残しております。まあ、ただね、代表漏れっていうところがありましたんで、まあ、守備含めてね、トップ層と比べて、どう評価されているっていうところは、なかなか見えてこないものもあるのかなというふうに思います。で、スカートコメントは今のところ特にありませんが、巨人 も含め3球断説は判明しておりますまあしっかりね秋も結果出してくればどんどんコメントも出てくるんじゃないかなという風に思いましてまあ今の時点で上位候補っていう風に言われている選手でもスカートをねコメントない選手というのはいますんでそこまでね気にすることはないかなというところでございますがまあ今後ね打てるキャッチャーとしてどの球団が指名するか注目ですよねはいというわけで今日は以上ですよければチャンネル登録高評価コメントなどいただければ嬉しいです野球人でございました性能ゲームセットありがとうございました